はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー5ピクセルリマスター、前回第3の石板を手に入れたので、次は第4の石板を手に入れたいんですけど、ここの滝だよね、多分この洞窟から出てくるんだけど、どう行けばいいんだこれ。とりあえずここで降りて、これカヌーとかないもんね、このゲーム確か。地下へ潜ろう。で、行けねえし。あ、ここにあった洞窟っぽいのが。で、寝てあるっけ。ちょっとマジックパー減ってんな、まあ、ちょっとだな。で、洞窟ドルイド分身。で、ちょっと待って、時空になってんな、そういえば。全投げしよう。聞く？聞かねえ。やるじゃないか。とりあえずなると思う。え？マグネット引き寄せられた。やったね。あ、もう分身切れた。よし、あとはタコ殴りだ。1980、エクスクリームやっぱ強いな。銭投げも強い。ちょっと待って、思ったんだけどさ、もうクルルにさ、こいつ何でも装備はできねえんだ。なるほど、何でも装備できると思ったらちげえわ。すっぴんだけか、何でも装備できんの。あ、確かそうだったな。正宗装備させて先駆けやろうと思ったけど、ことはそんなに単純じゃなかった。で、なんかもうバハムート持ってきてもよかったんだけど、とりあえずなんとなく順番通りに。リバイアさんの方が弱いから。またこいつらか、そういえば。無駄だよな、無駄。とはいえフェニックスは別に強いわけではないんで、3000のものまで。あ、銭投げでよかったわ、よくよく考えれば。金を惜しまず使う。1000とか弱すぎだろ。魔力が上がるやつを装備した方がいいか、モノマネし。10、それなりに美味しいよ。とはいえもう普通の敵も結構アビリティポイントくれるからね、5とか。第一世界とかも本当1とか2しかくんなかったけど。だから滝に流された。はてなはてなはてな、なんかすげえめんどくさそうなやつが出てきたな。投げよう、ゼニオ。何？なんだこいつは。カエルのくせに。カエルが本体っていうあれか、カメの甲羅。これいけんじゃん、いけねえし。またか。ゼニ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 、ちょっと待って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 、ゼニだと殴る殴る殴る。いいね、エクスカリバーほんと強えな。てかゼニ投げが最初に行動できないのがちょっと致命的だな。なんかやっぱ速くなるやつにしよう。なんかない、素早くなるやつ。コルナゴの壺とかめちゃくちゃおめえんだけど。エルフのマント素早さが上がるけど、素早さ1、重さ1、盗賊の子ってなんかいいのねえな。カイザーナックとか力が5も上がるんだ。盗賊の子ってでいいか。クリスタルヘルムが多分ちょっと重いんだな。これもなんかないかな。素早さ2上がるんだ。黒月黒装束も上がる。アイスシールドか。シールドもまあ重そうっちゃ重そうだけどね。イージスの盾って魔法とか防げない。まあいいや、これにしとこう。エーテル、いらねえ。トンベリ、マジか、こいつ出てくるのか。これはもうフォーリーをぶっ放そう。3000、いけ、4800、
モノマネ殴る白クマじゃない弱い やはり強いトンベリはマジで強かった力で押すしかない めちゃくちゃマジックパー使うな投げるかゼニオこれはホーリーモノマネできるかホーリーをモノマネしたところでさ魔力的にどうなのっていう1700全然攻撃力が違うんだけどこいつ当たんね乱れ打ちやんないと無理か魔法剣士早めにマスターしたいんだけど倒した15結構持ってんな上まで行ったけどさ意味なくてもうトンベリ逃げようちょっと待って逃げらんねえゲトンズラやってね倒すしかない魔法剣ブレイクとかでさ倒せないかな あとはもう火力で押すのみ近い早ホーリーブレイクは多分当たんないよねそもそもがちょっとそろそろ解除しとかないとちょっと待って攻撃してよ当たらんやっぱ当たらんわいやマジックパー使いすぎでしょただ魔法剣士ももうそろそろまた100くらいかでいけるこれさこっち側から行くかてかホーリーもったいねまた銭投げの時代だから銭投げの時代だなでトンズラセットしとこうトンズラか煙玉かどっちがいいんだろう煙玉でいいやでエアナイフ宝箱的にはあとちょもったいねもったいねホーリーエーテルは使っておこう2個くらいあれ結局ここから来たんだっけでここは絶対落とされんなちょっと待ってこいつ防御防御決め玉しよう超めんどくさいこれ全員一発で倒せねえかんな防御じゃなくて攻撃にすればいいんだこれだったらどっから行くんだこれちょっと待って攻撃銭投げでいいでしょうどっちだ右落とされそうなんか違った宝箱あんな えぐられためっちゃえぐられて強っでそうか回答者がなくなんな何かあそこ行けそうだな巨人の薬マーキーバット5体エルメス組が早いマジでてかクルルにエルメス飛びさせればいいんだよくよく考えたらレナはいいやちょっどうしよういいレナはいいや守りクルルにボス戦になったらあれだ いけねいけたルーンブレードよしねいねいねいね早い早い早いさすがエルビスでどうあそこの滝とか行けなさそう
あ、もうこれで倒せるようになってる。なぜか死んねえけど。いや、あそこ絶対行けないでしょ。あれ？滝がある。倒す。こいつはもう経験値じゃなくてアビリティポイントのためだ。でもうこいつは攻撃するしかない。当たんないんだけど。当たった。珍しい。でホーリーかまそう。バトン全員投げ頼みます。どんだけ金ばらまくんだよマジで。こいつにここで金がなくなりそう。火力は高い。てかレナにエルメスを飛びさせた方がいいね。これ対トンベリ要因で金の消耗が激しすぎる。そしてミヤベルやってマスターしたから金が9万とかすっげえ減ってる。こいつ白魔同士にするか。じゃあで白魔法に召喚だな。やっぱりで杖がない。癒しでいいや。でここはもちろん金の髪飾りからのエルメス。ちょっと待って、エルメスをこっちじゃなくてサゴの指輪しとこう。でレナがエルメスだな。カチッカチッ。どう？おおだよね。なんかそんな気がした。やべやべやべ、金がマジで減る。2600円ゲットしていく。1万くらい投げてんなこれ多分。マジ大赤字なんだけど。やべ2700しか当たんねん。で白魔法でこう。これ召喚だなもん。いやもうモノマネするしかない。ちょっと銭投げ禁止だな。銭投げ禁止令。お金を無駄にしてはいけません。学んだ。お金は大事です。もうちょっとでバッツがマスターできる。ホーリーやって、でホーリーとやって一発で倒せたな。こいつのホーリーどうなの。毎回負け1000とかな。1900か。それなりだ。結局こいつらさやったら無駄なんだけど。貯める。それこそあれ無駄だったな。サンダーストーン2000か。真空剣カイザーナックル持ってんだけど。エーテルをちょっと使うか。リフレクトリング、いやこれも持ってるよ。集めたもん。ホールガードが多いな。殴れ。倒せない。シルドラ、シルドラも多分倒せないんだよね一発じゃ。あれを装備するか。ワンダーワンドじゃなくてよく間違えちゃう。ウィザードロッドさ装備できないの。白ロッドだから装備できねえのか。なんかもう結局どうする。他サムライ悩みまするね。まあ、最終的にはすっぴんがやっぱ強いからね。ちょっと竜騎士にするか。全然使ってないから。ジャンプ、ジャンプがあるからさ。何がいいって言われたらなんか微妙なんだよね。両手持ちとかいいんじゃない。両手持ちできねえし。これ知らなかった。じゃあ乱れ打ってもしょうがないしね。いやつけるもんねえわ。銭投げ、いや先制攻撃しとこう。じゃあで、僕はもうジャンプするから後ろに行こう。龍騎士の良さが全く引き出せる。
ってやめよう。なんかさっきエーテル使った気がするんだけど。金の髪飾りなかったら本当やばいな、このゲーム。マジックパワーの消耗が激しすぎる。コラフォーリー奉仕ひどい。サンダーストームで倒せてくれるとマジでいいんだけど、もう無理なんだよ。倒せる、こいつらは弱い。毒消しが1個しかない。え、なんだこれ、どっち。ちょっと中に入ってもいけねえし、なんか下怪しいよな。なんか流されそうな気がするんだけど、ちょっと考えよう。ジャンプ白魔法で、ちょっとこのホールガード先買うと。で召喚シルドラモノマネ、サンダーストームをモノマネしてほしい。どうせだったらジャンプをモノマネするんじゃなくて。倒したし、ジャンプとかなんかすぐ手に入ったな。大したあれじゃないんだな。アルテミスの弓、あれ、ヨイチの弓とアルテミスの弓ってどっちが強いの。これしていくとどうなる。賭け、なんかすげえ落とし穴とかありそう。ほら、これもシルドラで倒せるじゃ倒せるんだよ。召喚魔法は強いね、普通に。で、白魔法はレベル4。うわ、1万2000円。やった、10万突破。ひどい、風水師入れるか。なんかそんな気はした。ちょっと、風水師入れよう。こんな時、困った時の風水師。レベル1。あれ、持ってくればよかったか。ついだけにしよう。で、一応エルメス買っちゃう。全員投げ効くんだっけ。効かなそう。2700か、あんまり効かねえな。でもシルドラでもいけんじゃないか。ジャンプとかさ、一回もさ、やってないよね。ジャンプして、結局戦闘が終わるからね。これで終わりでしょ、だって。戻ってきたんだけど。リッチギに。巨人の斧か。なんか、その12の武器と比べてどっちが強いって感じなんだけど。さて、一匹ずつ倒していこう、じゃあ、ここは。地形ジャンプ渦潮来たりし、さあ来い。ポーリー渦潮、なんだマジで聞かねえてか、バッツ出番なさすぎだろ。レラが普通に超強え。エースアタッカーだな、本当に。え、いった。すっげえ減ったんだけど。これは風水しても見破れん。キジスの盾。これちょっと怖えな。いった。ひどすぎる。あれもしかしてさ、これやるとさ、罠がなくなるっていうシステム。あのスイッチを押すと。スイッチを押すと罠が作動するっていうシステム。そうだ。あと行けるところなさそうだな。まあでも宝箱は回収できたからよしとして、わけもね。いけシルドラ、これで上の2人は倒せるでしょ。鍾乳石1600、強いんだか弱いんだか。バッツ結局ジャンプしてまた戻ってくるからね。あそこにも落とし穴あったんだ。かからなかったけど。っていうかさ、鍾乳石って何だよな。
え、行けなくない先、あれどっから行くんだこれ。エンハンスソード、あ、いいね。エンハンスソードは魔力が上がるからいいけど、ちょっと賢者の杖だって誰も装備できない、有効活用できん。結局あれ、ちょっと待ってね。ってことはだよ、鬼火500とかうますぎる。あ、混乱してるあいつ。そろそろレナ回復させないとまずいな。シグケン400、渦潮、なになになに、渦潮の意味がわからん。ハイポーション、え、ここ落とし穴に落ちろってこと。ちょっとその前に回復しよう。コテージ、まあ、コテージは買い直さなくて大丈夫でしょう。いや、ホーリーとか手に入れてマジ役立ってるわ。で、ちょっとあそこに落っこってみよう、あえて。鬼火、鬼火弱えな。混乱がついてるからさ。鍾乳石はそこそこ。ホーリーはめちゃ強い。なんだ、サンダーストーム入ってきたか。もう1体だからホーリーにしようかと思ったら、でジャンプするんだけど、マジで無駄だからね。で結局シルドラやるんだったらもうホーリーやってた方がいいかな。これあえて落ちて、ちょっと待って、これ、まあ、ここであえて落ちるのか。おお、ビンゴ。え、ちょっと待ってね、変えよう。クルルがマジどうしようって感じなんだよな。アイテム、銭投げ、この2つはちょっと必要だな。あといいや。で、ちょ、後ろだからライジングさん。サンゴの指輪って絶対でもさ、役立つでしょ、ここ。ちょっとサンゴの指輪しよう。で、レナも、ここはちょっと安全を重視でサンゴの指輪装備でいこう。よし、OK。どうでしょうか、これで。第4の席は。どこだ、どこで戦う。ここか、その石板渡すわけにはいかない。あれ、お前、あ、そうだ、こいつ殺されるんだ、リヴァヤさんに。無の力を手に入れれば魔物の世界が生まれる。弱っ、リヴァヤさんに倒された。我が水の力すべてを流し、すべてを浄化する。無と戦う者にのみこの力を授け。痛い、576、結構食らうな。まずホーリーを唱えよう。ゼニーを投げよう。シルドラってサンダーストームって言うけどさ、風だからね、所詮。雷と風の属性があればよかったんだけど、まあまあまあだな。ジャンプ、痛い、これ2発買ったら死ぬわ。ちょっと全員投げて、やばい、死ぬ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 。タイタルウェーブ回復するはずだ。800、回復量はまあこっち1回ギャルが返ってる。え、じゃあ白の方でフォーリーだ。プロテスかければよくないか、こいつ。あとブリンクでもいいか。ジャンプ弱っ、お披露目ジャンプが弱えんだけど。で、全員投げて、で、ホーリーかけて、まあ攻撃あるのみでいいでしょう。タイタルウェブで回復できるし、無駄無駄無駄。これはちゃんと備えた。
あいつがさ、どっか行っちゃったからさ、アクアブレスってこれどうなの？食らう。全員投げる。こいつ攻撃か。全員しかない。モノマネができない限り。ジャンプモノマネしてもしょうがないから。タイダルウェーブ。ありがとうございます。結構ヒットポイントあんな。回復。いやこれはいい、マジで。ちょっと待って、モノマネすると何になる？先に白魔法となると思う。よし、これでフォーリーになるでしょ。これジャンプはモノマネしてからにしよう。あ、倒した。これでリヴァイアさんゲット。てかゴーレム唱えとかよかった。全然有効活用してねえな、リフレクトリンク。タイダルウェーブは返せないよね。でリヴァイアさん手に入れて、これはここで帰って、一気にここまで流された。じゃあついでにもうバハムートも取りに行こう。バハムートはメガフレアリフレクで返せるよね。どうでしょうか。海王っぱ、もうコーヒー連発だな。強い、マジ強い。でケチって寝よ、ここで椅子で寝る。寝づらそう、硬そう。じゃあ浮上。それでは飛空艇に乗って、石板とかも別になんか欲しいのないから一旦置いとこう。できたん、あ、寝たか。ここは大丈夫。風の神殿でしょ。あれ、ここなんだ。北の山ってここだっけ。黒チョコボで行かなきゃダメじゃん。まためんどくせえな。危ね、また無に入るとこだった。何も考えないで飛んでるとほんと無に入るから。では黒チョコボさんお願いします。こいつは無に入れないから、これさ、下から行った方が実は早かったり。どっちもどっちか。なんかあ、そっか、バハムートを手に入れようとすると結局黒チョコボも手に入れないと分かんないってことか。コーヒー、こここそシルドラでよかった。てか逃げて、めんどっち。ジャンプで飛んでった。あ、もうサンゴいらねえんだ、そういえば。シルドラでなんとかできれば、ちょっとシルドラでなんとかしたいから。ウィザードルと装備できないのマジ欠点だな。エルメス一応こいつもエルメスにしとこう。で何装備してたっけ、もはや忘れた。守りでいいや。で返さなくてしょう。攻撃重視。ここか、北の山。敵変わってる。ゲイラキャットとかさ、多分うんこだよね。え、経験値55とか。これもバハムートのいるとこまで飛ばしてよくないか。というわけで特に語ることもなく、バハムート対策としてとりあえずリフレクトリング全員に装備させて、メガフレアがね返せるはず。これで
ことか、普通に敵出そうだ。出た。めんどくせえ。無駄無駄無駄。頂上まで行かなきゃいけないか。ここは飛竜が来るとこだからバハムートがいるのかな。飛竜層があるところとして、こいつどこにいたんだ。ずっと上にいたのか。あれ待って、召喚つけてたっけ。メガフレア対策はできたけど、なんか攻撃結構食らってたから、ゴーレムは貼っとこうマジで。まず全に投げる。5000だね。で召喚でゴーレムを貼る。一応ゴーレム貼ってからジャンプしよう。よし、あそこに来た。無駄200か。大して食らねえな。ブレイズは来るのか。なるほど、なんか知んないけど回復したな。これあのリフレク貼ってあるかんな。どうやって回復する。どうやっても回復できねえな。まあ、最悪来るのはなんとかなるとして、3000か。ポイズンブレス、ちょっと回復所で回復しよう。700死ぬ、毒で死ぬマジで。これひたすら攻撃あるのみだな。でメガフレア来た。よし、これ返せるな。いくつ ?9999。 自らのメガフレアで、まあとりあえずなんとかなったということで。リフレク貼るとね、ケアルガが使えなくなっちゃうから、そこがなかなか難しいところだよね。てかリバヤさん使うまでもなくバハムートを手に入れてしまったんだけど。はい、というわけで、バハムートも手に入れたところになりますので、今回はここで終了して、次回は無に入るところからやっていきたいと思います。最後の封印の武器はパパパパパッと取っていきます。最後までご視聴ありがとうございました。ここはテレポで出て終わりにします。チャンネル登録、Twitter はもう今あんまり更新してないんで、高評価してくれたら嬉しいです。ありがとうございました。